はいどうも、ミニマリストたけるです。本日もラジオ形式で動画を撮っていきたいと思います。本日の動画のテーマは、人生から無駄を削ぎ落とす習慣、僕が気づいてよかったことということでお話をしていきます。ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いてください。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速2倍速がおすすめです。で、本題に入る前にちょっと告知なんですけども、まずこちらですね、第1作目第2作目の本を出版しておりまして、今累計3万2000部突破いたしました。まだ買ってない方、興味がある方はこの動画の下にある概要欄に詳細のリンク貼ってありますので、ぜひそちらからご購入いただければと思います。あともう一点告知がありまして、つい先日ですね、ミニマリストオンラインコミュニティの M ラボを開設いたしました。毎月 YouTube でオンラインサロンというか、オンラインオフ会をね、定期開催する予定ですので、ぜひご興味ある方はメンバーになっていただけたらと思います。詳細はまた同じくこの動画の下の概要欄に詳細のリンク貼ってあります。お願いします。ということで、ここからが本題ですね。改めまして、本日の動画のテーマは、人生から無駄を削ぎ落とす習慣、僕が削ってよかったことということでお話をしていきたいと思います。僕自身がね、ミニマリストを目指し始めたのが約6年前の2015年で、そこから物だったりとか、いろんな分野のカテゴリーの、無駄なものというかね、選択肢を削ってきたわけですが、その中でもね、今までに話したものもあるんですけども、改めて僕自身がどんな無駄選択肢を削ってきたのかっていうのを、今回の動画にまた一本でね、まとめていこうと思いますので、ぜひ皆さんの生活にも生かしていただけたらななんて思っています。で、最近ですね、ちょっとこれ余談になるんですけども、僕自身は毎朝必ず1個物を捨てると、手放すっていう風に決めていて、これですね、とある美容師の社長やられている方をちょっと尊敬しておりまして、その方が取り入れている習慣なんですよ。で、とにかく僕自身は選択肢を減らしたいという風に思っていて、これなぜかというとね、なんでそこまでして物を減らすんだっていう風に思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、やっぱり物がね、1個不要なもの、無駄なものがあると、僕のその人生のね、貴重な貴重な財産でもある時間を、その不要なものが1個あるだけで奪われていくわけですよ。そうだから、毎朝なんか無駄なものをその処分していくというか、なくしていくことによって、時間を奪われなくなるから、そのちょっと習慣を取り入れようと思ったので、ぜひ皆さんもね、やってみてほしいなと思います。で、今回の動画でですね、僕自身もいろいろちょっと学ばさせていただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんですね、今回動画で紹介するもの以外で、いや自分はこういう選択肢を削ってきたよとか、こういう無駄を削ってきたよなんていうものがあれば、ぜひね、この動画の下にあるコメント欄で教えていただけたらななんて思っております。ということで、まず早速一つ目からいきたいと思います。人生から無駄を削ぎ落としたこと、一つ目は物関係のことからお話をしていきたいと思うんですけども、もう結論シンプルにですね、過去のものと未来のもの、この二つをまず手放しましたと。で、プラスアルファで色も手放したっていう感じですね。一つ一つちょっと解説をしていくと、いわゆる過去のものっていうのは、思い出のものだったりとか、過去使ってはいたけども今使ってないものとかね、そういった過去の思い出のものとか記念品だったりとか、過去よく使ってたけど今使ってないものっていうのは、今の実生活には何ら必要ないと、なくても今の生活には支障が出ないというところで、ない方がいいなと思ったので、もう全部切り捨てましたと。で、よく聞かれるんですけども、ミニマリストさんって過去のものって持ってるんですかとかね、思い出のものってどうしてますかってよく聞かれるんですけども、これ本当にミニマリストさん人それぞれで、別に手放さなきゃいけないっていうルールはなくてですね、あくまでも僕自身は今を生きたいと、今やるべきことに集中したいと、未来のなんか目標とか夢とかを叶えるために今すべきことを全力投下したいんですよね。ってなった時に、過去を振り返ったりとか、過去にふけるとですね、やっぱその分時間とか思考とかお金がどんどん奪われていくわけじゃないですか。だから、そういう時間とかお金ってもったいないなと、そのことについて考える時間ってもったいないなと思ったので、僕自身は過去のワクワクする思い出とかにね、時間をふけるよりも、だったらもう未来にね、楽しい思い出とか作っていく方が、僕自身は大変だと思いますけども、いろいろ時間とかお金はかかるかもしれないけども、だからそういう思い出、経験体験が増えていった方が、僕自身は人生が豊かになるんじゃないかなというふうに思ったので、データにしろ、物にしろ、もう過去のものは全部捨てたっていう感じですね。やっぱり過去は振り返らないと、とにかく前に前進していきたいっていうふうにね、僕自身は考えているので、ぜひそんな考えとか価値観に共感していただける方も、過去のものもごそっと捨てるといいんじゃないかなって思います。で、続いて2つ目のものに関しては、未来のものですね。未来のものっていうのは、いわゆるいつか使うだろうと思われているものだったりとか、念のため取っておこうとかね、あとは備蓄とか防災とか、そういったものも未来のものに
になってくるんですけども、まあ、僕自身はミニマリストとして、まあ、先ほども言ったように今を集中していきたいというふうに思っているので、なるべく未来のものは持たないようにしています。だから、まあ、いつか使うだろうっていったもの、まあ、そういったものってやっぱ片付けの時って迷いやすいんですけども、でもそういう迷ったものはもう捨てるようにしてきたんですよね。だからもう本当に結論から言うと、もう今使うものしか我が家には残っていなくて、だからこそ、まあ、今ここで、まあ、こういうことをしたい、まあ、こういうことをやっていきたいってなった時に必要なものがパッと取れるようになったので、まあ、そういった意味でその作業動線が短くなったりとか、もうフットワーク軽くね、あれをやろうこれをやろうっていう風にできてきていますと。そうだから、まあ、ぜひ皆さんもですね、今やるべきことに集中したいと、今を生きたいという風に思う方はですね、ぜひ過去のものもそうですし、未来のものも極力減らしていくっていうのが大事ですね。やっぱりその未来に不安になりすぎると未来のものって増えちゃうんですよ。買い直すのちょっと嫌だなとか面倒だなとか、あのお金使うのは結果節約にならないじゃないかと思ったりとか、まあ、震災とかね、防災グッズとかもやっぱり未来に不安になればなるほど、例えば備蓄だったりとかストックって増えやすいんですけども、なんか未来に不安になりながら生きるのってなんか嫌じゃないですか。なんかお先が真っ暗ってわけじゃないですけども、やっぱ思考は現実化するので、やっぱりそのネガティブな方に引っ張られちゃうんですよね。だったらワクワクする未来を作っていけるよね、そういう未来を作っていけるように今を全力で生きた方がいいわけじゃないですか。例えば貯金がないとかね、あの老後が不安だっていう風に悩むんじゃなくて、不安に思うんじゃなくて、じゃあその悩みとか不安を解決できるために、和らげられるために、今できることは何だろうかっていう風に考えて、今の生活に必要なものだけを揃えていけば、結果お金を使わないわけなので、その無駄なものとかね、未来のために消費とか浪費とかしないでしょうし、あとは自己投資とか事業投資とかっていう風にちょっと考え方、思考パターンが変わるわけですよ。そんな風に考えると、ってなると、その老後とかの不安もどんどん薄れていくし、お金の悩みとかも徐々に薄れていくと思うので、やっぱり未来の不安を持つんじゃなくて、じゃあ今何ができるかっていう風にね、本当にまた今を生きるその思考でね、あの今の生活で必要なものだけを揃えていけば、きっと皆さんも未来に対する不安っていうのはどんどんなくなっていくんじゃないかなっていう風に思います。で、あともう一点プラスアルファでお伝えしたいのは、やっぱり色とかもある程度厳選する、無駄を削っていくっていうのは大事じゃないかなっていうふうに思います。で、我が家をねご覧いただいてもね、分かると思うんですけども、色が散らばってないじゃないですか。例えば床とか壁は白ですし、まあ、白系統のものが多いですよね。観葉植物の鉢だったり冷蔵庫だったりとかで、プラスちょっとね、その、まあ、彩りというか、ちょっとお部屋に温かみのある印象を与えるために、まあ、観葉植物の緑だったりとか、まあ、インテリア家具とかも、まあ、木のもの、木製のものを取り入れたりとかっていう風に、なるべく色が散らばらないように、なるべく色がまとまるように、僕自身はアイテムを買うようにしてるんですよね。これが例えば黄色とか赤とかピンクとか紫とか、なんか本当にいろんな色がね、あのたくさん家にあると、やっぱり散らばった印象にもなるし、きっとね、まあ、皆さんもちょっとイメージしてほしいんですけども、まあ、貧乏なご家庭とお金持ちのご家庭をイメージしてほしいんですけども、やっぱりね、お金持ちの方のご家庭は色も統一していて、お部屋がすっきりしていると。だけど、その一方でお金に困っているご家庭はいろんな色があってごちゃごちゃしていて、まあ、すごい散らばってるイメージがあると思うんですよ。で、僕自身はどうせなるんだったら、やっぱお金持ちというか、あのお金が増えた方がいいじゃないですか、経済的に自立した方がね。だから僕自身はアズイフの法則に従って、まあ、お金持ちになりたいんだったらお金持ちのように振る舞いと、そういう人が住むようなお部屋をちょっとでもね、近づけるように作った方がいいと、僕自身はなりきることをねやってきて、僕自身は人生変えてきたっていうところもあるので、まあ、そんな風に皆さんもですね、この考え方に共感してくださるのであれば、色とかもある程度厳選して、結構他のミニマリストさんなんかも黒以外は捨てるとかっていう方もいらっしゃいますし、例えばあのピンク色が好きな女性の方とかもいらっしゃったので、まあ、ピンクと黒は残すっていう風に決めてもいいです。とにかく色をね、あのある程度厳選して好きな色だけ残すという風にしてみてください。で、個人的におすすめとしては、やっぱり白と黒のこのモノトーンと、あとは例えば木製のものとか、あと緑とかをね、あの中心に増やしていくといいんじゃないかななんて思っております。で、そこにプラスアルファで銀色とか、半透明とか透明とかっていうのも、まあ、お部屋をすっきり見せてくれる色ですので、まあ、そういったもので統一する、そういった色で統一するっていうのは個人的にはおすすめです。ということで、続いて2つ目に参りたいと思います。人生から無駄を削ぎ落とす習慣2つ目はお金についてなんですけども、まあ、しょっちゅうねお金の話をしているので、まあ、ここはさらっと流しますけども、結論シンプルに言えば、消費と浪費っていう無駄をね削り落としてよかったなというふうに思います。もう今も昔も、それこそもうミニマリスト目指し始めてから家計
経管理をするようになって、あらゆる無駄を削ってきたんですよ。まあ、固定費もしっかり、変動費もしっかり、そして最近だと、まあ、貯金もどんどん、まあ、削っていくというか、今まではね貯金ばっかりしてたんですけども、そうじゃなくて今はね投資を中心にお金を回すようにしていますと。消費と浪費、そして貯金をどんどん削っていって最小限にしていって、投資にお金を最大限回すようにしていると。で、具体的には自己投資だったりとか、事業投資、お仕事に対する投資ですね。で、そして最近だと、まあ、イデコとかニーサのその老後のための投資資金に、まあ、お金を回したりとか、あとはインデックス投資のその特定口座でね、早期リタイアできるように、まあ、余剰資金が今あるので、その余剰資金を早期リタイアのために積み立て投資、インデックス投資をしているという感じで今やってます。なので、まあ、ぜひ皆さんもですね、お金にゆとりを持ちたいというか、経済的に自立したいという方は、もうとにかくね、家計管理をするとか、よく聞くのはその1ヶ月のね、その買い物リスト、その支出のね、リストを作っていただいて、まあ今日からでもいいので、日付と何を買ったのかと金額とかね、いつ買ったのかみたいなのを、とにかくリストで1日怠らずにつけていくと、だんだんその無駄な支出っていうのが見えてくると思います。お片付けと一緒ですね。これは必要な支出なのか、なくても良かった支出なのかっていうのをね、だんだん分かってくると思いますので、まあ、そういったところをね、まあ数日、数週間、1ヶ月、数ヶ月続けていけば、ある程度見えてくると思いますので、そこからね、まあ、無駄なものをどんどん削っていく、選択肢を削っていくっていうのが大事じゃないかななんて思います。ただ一点ね、そのお金の無駄を削り落とす上で、大事になってくるのは、もちろんね、一回最低限のそのラインまでその生活費を極端に減らすっていうのももちろん大事だと思います。そこからプラスでね、自分のその幸福になるような支出というか、心を豊かにしてくれる、それこそ、ね、食費だったりとかね、交際費だったりとか、趣味だったりとかにお金をかけようとなるかもしれないんですけども、まあ、とにかく何が言いたいかっていうと、まあ、削りすぎるとね、やっぱりストレスになっちゃって続かないので、削って終わりじゃなくて、そこから引き算した後に何を足すかっていうのも考えることも大事だというのも忘れないでほしいなと思います。あくまで僕の場合はちょっとね、家賃というか、まあ、その空間とかアクセスにお金をかけてもいいななんて思ったりとか、通信費ですね、まあ、僕の場合は YouTube やってたりとか、編集をチェックしたりとか、結構スマホを多用しているので、まあ、通信費にはちょっとお金をかけてもいいかもなって思ったりとか、あとはまあこれも事業投資になるんですけども、全国のミニマリストさんに会いたいと、そして、まあ、一人でも多くねミニマリストの良さに気づいてほしいっていうふうに思っているので、片付けに出かけたりとかね、お部屋の片付け企画に交通費を払ったりっていうふうにしているので、まあ、そういう、まあ、事業投資、交通費には惜しみなくお金を払おうって決めたりとか、でその一方で逆にそこに集中するために、一点集中でお金を回せるために、それ以外のもの、それこそ副代だったりとか、食費に関しては時間を生むために結構もしかしたらお金使ってるかもしれないですけど、日用品とかはもうとにかく徹底して削ってるし、まあ、そんな風に何を最大化して何を最小化するかっていうのをぜひ皆さんもね、考えてほしいなと思います。とにかくお金の使い方で大事なのはメリハリですね。消費と浪費にはお金をなるべく使わずに、まあ、削りすぎてストレスになった場合は増やしてもいいと思いますが、まあ、とにかく投資にね、将来の自分のためにお金を回していくっていうのは大事じゃないかなって思います。ということで続いて3つ目に参りたいと思います。人生から無駄をそぎ落とす習慣、3つ目はお仕事に関する無駄ですね。お仕事に関する無駄です。まあ、具体的には非効率のお仕事だったりとか、嫌なお仕事だったり、苦手なお仕事だったりとか、長時間労働ですね。まあ、コロナの無駄を僕自身は手放してきて、削り落としてよかったななんて思ってるんですけども、まあ、一個一個また簡単に解説していきます。まず1個目、非効率なお仕事ですね。やっぱり皆さんもね、きっと会社員ないし、アルバイトないし、非正規かもしれないですけども、個人事業かもしれないですけども、まあ、きっといろんな形でね、働かれてると思うんですが、そのお仕事の中にですね、頼まれるお仕事の中に非常に非効率な、これやってて意味あるのっていうお仕事もきっとあると思うんですよ。でもちろんそういうね、ものが大事だっていうものもあると思うんですけども、ただやっぱり経験を積んでいくとですね、やっぱりこれ非効率だよなっていうお仕事とかあると思うので、そういった仕事をですね、いかに効率的にこなせるかっていうのをぜひ皆さんに考えていただいて、でもしそのアイディアがね、上司とか社長さんとかね、管理職の方から認められれば、なんかもしかしたら皆さんの昇進につながったりとかね、ボーナスが入ってきたりとかするかもしれないじゃないですか。それによって会社全体の効率が上がって、生産性が上がって、売上が上がって、利益がたくさん残るようになったら、会社としては大万歳ですよね。だから僕自身も常に心がけているのは、効率的な仕事だけを残して、非効率なお仕事はもうなるべく削るように
で、まあ、非効率なお仕事も大事だっていう場合はいかに効率的に仕事ができるかっていうのをよくよく考えるようにしていますと。例えば昔はですね、あの車上荒らしにあって MacBook が盗まれたんですけども、でスマホ1台でしばらく、はたま半年ぐらいはなんとかやってたんですよね。撮影から編集から家計簿から経費からスケジュール管理から電話からメールの返信から全部スマホ1台でやってたんですけども、まあ、とある時にですね、第2作目の執筆のお仕事が舞い込んできた時に、さすがに執筆はねスマホ1台じゃ厳しいなと思ったので、そこは非効率になっちゃうので、そこで、まあ、MacBook は買わずに、パソコンは買わずに iPad を買って、マジックキーボードと合わせてね買ったことによって効率化したんですよ。なので出版社から期限が与えられるんですけども、まあ、全然早くね執筆できたので、やっぱりそんな風に効率的に働くっていうのは大事じゃないかなと思います。あとはさっきもちらっと言いましたけど、引っ越しも大きかったですね。あの東京に引っ越してきたことによってアクセスもいいから、まあ、全国行けるわけですよ。行きやすいわけですよ、移動時間がかからず。まあ、愛知にいた時はすごい大変で、もうお金も時間もなくなっていったっていう感じだったので、まあ、そういった意味でもね、効率的な仕事をするためにはどうしたらいいかっていうのを考えてみてください。逆に非効率のお仕事何かっていうのを明確にするのもありだと思います。続いて2つ目3つ目は、嫌な仕事と苦手な仕事に関してなんですけども、まあ、これも極力ね皆さんの人生からお仕事から排除していった方がいいと思います。でも結論シンプルに言えば、自分が得意なことと好きなことだけを残していけば、きっと皆さんのお仕事も楽しくなると思うし、やりがいも生まれると思うし、でさらには収入アップにもつながると思うんですよね。好きこそものの上手なんで、得意を生かせばね実力も上がっていくと思うし、能力も上がっていくと思うので、まあ、収入アップにもつながると思うし、さらには人によっては副業を始められる人もねいらっしゃると思います。個人で事業を始めるっていうのもできるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、とにかく嫌な仕事とか苦手な仕事に関しては、まあ、手放せるのであれば手放すと、最小化できるのであれば、まあ、どんどん削っていって、まあ、誰かに委ねるでもいいし、お仕事を回すでもいいし、上司にお伝えするとか、ね、ちょっとこれ苦手なんで私これやるんで、このお仕事はちょっと苦手なので、あの誰かに回してくれませんかみたいなお願いしてもらったりとかね。とにかく嫌いな仕事とか嫌な仕事はそんな風にやってみてくださいと。で、苦手な仕事に関しては得意にした方が今後将来のためになることもありますので、まあ、そこは苦手克服に、まあ、時間とお金を使ってもいいかもしれないですけども、ただ一個だけ皆さんの頭に入れてほしいのは、やっぱり苦手なことを得意にすることってものすごい時間とお金を食うんですよ。奪われていきますと、その価値はあるかっていうのを考えてほしいんですよね。例えば僕なんかはね、あの昔英語を頑張ろうというふうに思っていて、まあ、ちょっと語学学習が苦手な方なんですよね。まあ、やろうとは思ったんだけども、やっぱり習得に時間がかかると、お金もかかるじゃないですか。だったら今後ね、その考えは変わるかもしれないですけども、僕がやるべきことじゃないなと思ったんですよ。僕はあくまでも例えば SNS で発信することだったりとか本を執筆することに専念して、でもし英語が必要になった時はたくさん稼いでおいて、それを例えば通訳を雇うお金に回そうとかね、別に僕が話せる必要はないかなって今段階では思っているので、今のところあの英語の勉強はしないっていう風になってます。苦手なことはまあ誰かに委ねるというか、お金を払って買うみたいな、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないですけども、まあ、そういう手段もあるよっていうことなんですよね。そうだから、まあ、もし皆さんが個人事業とかであれば、苦手なこととか嫌なこととか外注もできるわけじゃないですか。これもある意味人の労働力を買ってるのと同じですよね。そうだからぜひ皆さんもですね、嫌な仕事と苦手な仕事はとりあえず自分がやるべきこととか好きなこととか得意なことに集中するために、まあ、誰かに委ねないとか、もう最小化したりとか、お金を払って外注化するっていうのは大事じゃないかなって思います。で最後、長時間労働についてですね、これも僕自身はちょっともったいないなというふうに思っていて、まあ、あの時期でね、あの期間限定でたくさん働く経験をするってのはもちろん大事だと思います。僕自身も過去にそういう経験があって、あの経験があったからこそ今の僕があるななんて思ってるんですけども、ただもう結論から言うと、それをずっとね、あの10年20年続けるってまあ無理だと思うんですよ。体調も崩すと思うしね、あの心身ともにきついと思うんですが、僕自身はその長時間労働をなくすためにちょっとでもね資産性のあるもの、それこそ過去に作ってきた商品だったりサービスだったりとかコンテンツが今の自分のために稼ぎ続けてくれるっていうものを作った方が、将来の自分、今の自分
が楽になるなと思って、僕自身はそういうビジネスに目をつけたわけですよね。でそれが一つこの YouTube だったりとか、あと本の執筆だったりとかで、まあ、ちょっと名前は出せないですけども、まあ、他のミニマリストさんとかでもね、結構そういうまあ SNS 発信したりとか、細々としたその資産性のあるそのストック型の収入が入ってくるような、まあ、例えばインスタだったりとかスタンド FM だったりとか、ボイシーとかもそうなのかな、まあ、そういうものをやられてる方とかもいますし、あと電子書籍をね自分で書いて、売ってる方とかもいますし、結構いろんなそのストック型の収入があるので、まあ、それをね実際皆さんもやってみるのも全然ありだと思います。でやっぱりコツコツとね、まあ、1年2年3年と毎日積み上げていくと、だいぶそれが大きい収益となってね返ってくると思います。僕自身ももうかれこれ YouTube 4年目ですけども、今までにも多分1000本近くのね動画を作ってきて、でその過去に作ってきた1000本が今の自分のために稼いできてくれるわけですよ。どんな不況だろうが好景気だろうが、動画がね残る限り、広告がつく限り、今の僕のために働いてくれるので、やっぱり楽できるわけですよ。労働時間も短くできるし、まあ、ちょっとしんどいなと思ったら休むことができて、で休んでる間も動画がね頑張って僕のために稼ぎ続けてくれるので、まあ、そういう風な働き方に憧れている方だったりとか、まあ、ちょっとでも心身のそのね健康状態で心配がある方は、ぜひそんな風にストック型の収入が入ってくるような資産性のあるものをぜひ作って、まあ、そういうビジネス形態を作るとか、そこにお金と時間を回していくっていうのは大事じゃないかなって思います。続いて4つ目に参りたいと思います。人生から無駄を削ぎ落とす習慣、4つ目は人間関係ですね。まあ、これもよく言ってることなのでさらっと流しますけども、まあ、具体的には3つありまして、まず1つ目は気の合わない人、そして2つ目は嫌いな人、まあ、こういった方々は手放していくと。でさらに連絡先からも消去するっていうのは、僕自身がやってきた人間関係において無駄を削ぎ落とす行動ですね。これも実際皆さんねやられている方とか結構多いと思うんですけども、やっぱりね気の合わない人とか嫌いな人と付き合ってもやっぱり時間とお金がなくなっていくし、まあ、やっぱり精神状態もねやっぱりネガティブな方に傾くじゃないですか。ポジティブな方にはいかないと思うんですよね。だからそういった時間とかお金をなくしていくために、まあ、そういった人からのお誘いは断るようにして、 できればその人たちの連絡先を消す、フォローを外すっていうのは大事じゃないかなっていうふうに思います。じゃないとねやっぱり人間関係っていうものがやっぱりその自分の人生生活に良くも悪くも影響を及ぼすので、やっぱり人間ってねその人間関係に染まるわけですよ。人間関係のその環境に染まる生き物なので、なので自分にとって憧れの人とか尊敬する人とか、まあ、自分を成長させてくれるような人だったりとか、あとはまあビジネスパートナーだったりとかね、まあ、そういう関係は大事にしていただいて、まあ、自分のそのやりたいこととか好きなこととか夢とか目標の足かせになるような人とか、否定してくる人だったりとか障害になるような人とか、まあ、一緒にいても気持ちよくない人、楽しくない人とはなるべく疎遠にしていくと、距離を置いていくっていうのが大事じゃないかなって思います。ということで続いて5つ目に参りたいと思います。人生から無駄を削ぎ落とす習慣、5つ目は時間に関することですね。時間に関することです。で具体的に僕自身が実践していることとしては、まずは家事の時短だったりとか移動時間の時短だったりとか、あとは SNS でお仕事をすることも、これ一つ作業効率を上げることになっているので、まあ、これも時短だったりとか、あとはその SNS を自分がその消費者側としてね、その SNS を見てる時間もなくそうと思ってデジタルデトックスをしたりとか、あとは通知を全部オフにしたりとか、あとは YouTube で視聴する際は全部2倍速再生でやってるとかっていう風に無駄を削っているという感じです。まあ、ぜひ皆さんもね参考にしていただけたらと思うんですけども、まあ、まず家事の時短に関しては、まあ、買い物だったりとか掃除洗濯とかね料理とか洗濯物とか多分いろいろとあると思うんですけども、まあ、そういった家事の時間を最小化するためにやっぱり物を減らすって大事だと思うんですよ。やっぱり家事に関して言えば物って必須じゃないですか。だから物を最小化することによって必要なものだけを残すことによって家事の時短にもなるし、あと我が家で取り入れているのはその家事の自動化ですね。乾燥機付き洗濯機を買ったりとか、あとは水切りすのことか水切りマットを買うことによって、家事の自動化ができてますと。他のミニマリストさんで言えば自動掃除ロボットを買ったりとかっていう方とかもいらっしゃいますし、なんかスマートスピーカーだったりと家の家電とね
そのスピーカーが連動しているようなものを買って、もう声だけでね、その電気を消したりとか、してるご家庭とかもいらっしゃるので、そんな風に、まあ、いかにその家事とかのね、時短できるか、動数を短くできるかっていうのはすごく大事じゃないかなって思います。で、移動時間に関してはさっき言ったので、まあ、ここではちょっと割愛させていただいて、で、あと SNS で仕事するのも一つ時短だと思っていて、やっぱりね、昔の僕って労働収入だったわけですよ。働いた分だけお金をもらえるという働き方だったんですけども、それなんでやっぱり効率が悪いなと思ったので、SNS で発信力と集客力、拡散力を身につければ、やっぱり僕がね、例えば一言二言ばって言えば、まあ、それが例えばその収益になったりとか、例えば広告になって、告知になって、まあ、例えばイベントに来てくださったりとか、なんかその一つのビジネスとしてね、成立するわけなので、SNS で発信する、集客する、拡散するっていうのは、一個のビジネス形態として、働き方としてはすごいありだと思いますね。これも、例えば、いつどこでも働けるわけですよ。例えば僕が沖縄にいようが、札幌にいようが、海外のハワイにいようが、どこでもネット環境があれば、SNS 発信してる人ってどこでも仕事ができるわけですよ。で、休みたい時は休めるし、働きたいと思えば一日何時間でも働けるわけじゃないですか。だからそういう自由が利くっていうのも魅力ですよね。で、あとは SNS デトックスというかデジタルデトックスに関しては、まあこれね、SNS 時代だからなかなか難しいとは思うんですけど、実際難しいんですけども、まあ、僕はあえて30分とかのデジタルデトックスの時間を作るようにしていますと、ちょっと疲れてきたとか、気分転換でお散歩に出かけるときはもう電子機器を全部自分の家に置いて、鍵だけ持ってね、散歩に30分ぐらい出かけるんですけど、これをやるだけで結構ね、脳内もすっきりして、なんか思考のこのごちゃごちゃの雑念とかも全部取っ払って、まあそういう無駄がなくなったりとかね、SNS を見ない時間をあえて作るというのは結構皆さんにもおすすめです。で、あとは通知オフはね、もう何度か言ってることなので、もうここでも端折りますけども、もう設定画面からもう SNS とか、あとはメールの通知とか LINE の通知も全部オフにして、電話だけは取れるようにしているんですけど、めちゃくちゃ快適になりましたね。やっぱり人間って一回それた集中力をまた戻すのに15分ぐらいかかるので、気がそれる、雑念が浮かんでくるってことはなくなりました。昔に比べて。なので、ちょっと怖いかもしれないですけども、まあ、まずはね、一定期間、まあ、例えばお休みの日だけやってみるとか、でも全然いいと思います。ただ、一点だけ不都合があって、メールの通知をオフにすると、例えば身内だったりとか、ご家族だったりとか、まあ、大事な連絡にね、ちょっと気づきにくいっていうのがあるんですよ。僕もね、妻からたまに LINE 来るんですけど、基本見落としてますと。で、しびれを切らして電話して、今日夕ご飯何にするとか、なんか買ってきてほしいものあるみたいな連絡をされるんですけども、まあ、そういうちょっと、まあ、不便な点はありますけど、僕の場合はその1点だけなので、まあ、基本的にはおすすめですよと。ただ、まあ、僕自身ね、自由に働いてるっていうこともありますが、まあ、例えば30分とか60分の作業を終えてからまとめてメールは返信するようにしてるので、まあ、そういうやり方でもいいんじゃないかなと思うんですが、例えばね、上司からのメールは絶対すぐ出なきゃいけないとか、通知にはすぐにもう俊敏になんか返したいとかね、確認したいっていう方は、まあ、例外かもしれないですけども、一回ね、実験的に通知の全部オフはやってほしいなと思います。で、最後、時間の節約、無駄を削るっていう意味で、2倍速再生ですね。これも皆さんに超おすすめなんですけども、例えば僕の動画もね、結構長めで撮影してますけども、例えば30分の動画を見るにしても、2倍速にすると15分に削れるわけじゃないですか。15分の時間を生み出されて結構でかいですよね。で、それが、例えば365日とか1年間とか2年間、3年間になってきたら、すごい膨大な時間が浮くわけじゃないですか。だから、皆さんもですね、最初はね、多分ね、聞き慣れないというか、聞こえづらいと思うんですけど、2倍速って。でも、これも1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月経てば結構慣れてくるんですよ。だから、どんなに早口の、例えばメンタリスト DAIGO さんもかなりの早口ですけども、これ僕自身1ヶ月ぐらい続けたら2倍速でも聞き取れるようになったんですよね。で、しかも、自分の頭の中で要点をうまくまとめようとするから、なんか記憶に残りやすいって思いました。もし、ちょっと聞き逃したっていう場合は、15秒戻すみたいなタップして、で、そこからまた繰り返し繰り返し聞くことによって効率的に復習もできるから、なお一層ね、学習効果は高くなったかななんて思いますので、まあ、動画の冒頭でも毎回言ってますけども、必ず 1.5 倍速ないし2倍速でやってほしいなと思います。続いて6つ目に参りたいと思います。人生から無駄を削ぎ落とす習慣、僕が削って良かったこと。6つ目は生活習慣にまつわる無駄ですね。生活習慣にまつわる無駄です。で、具体
体的には、まあ、皆さんにご紹介したのは4つありまして、まあ、まず1つ目は夜更かしですね。で2つ目に二度寝で、3つ目は身支度の時間、そして4つ目は荷造りですね。この4つは僕自身は生活習慣において無駄だなと思ったので、もう削っていきましたと。で一個一個解説していくと、夜更かしに関してはやっぱり夜ってね、ダラダラしやすいし、無駄な時間を過ごしやすいんですよ。時間を浪費しやすいので、だったら睡眠時間にして早く起きた方が、まあ、時間の使い方としては有効的だし効率的だなと。心身の、ね、疲れだったりとかストレスも解放されると言いますか、まあ、緩和されると思うし、で朝の方がねゴールデンタイムとも言われているように作業効率がアップするので、僕は夜更かしっていう無駄を削ってよかったなと。でさらに朝とかもですね、やっぱり夜更かしをしちゃうと二度寝が絶対になるんですよね。だからそういう二度寝とかもやっぱりそのね、一回寝ちゃうと、二度寝しちゃうと30分1時間と起きないじゃないですか。でその30分1時間あったらいろんなことできますよね。例えば痩せたい人であればダイエットもできるでしょうし、自己投資したい方であれば本の、ね、数ページ数十ページ読めるでしょうし、副業してる方とかであれば朝の1時間とかでね副業もこなせるでしょうし、だから二度寝ほど無駄なものはないと思うので、もうパパッと起きるのがね大事じゃないかなと。で二度寝しないために早く寝るっていうのはね、夜更かしをしないっていうのは大事になってくると思います。であとはミニマリスト界隈では有名ですけども、もう身支度と荷造り、これもやっぱりね時間を割けば割くほど無駄だと思います。だから朝のコーディネートとか、まあ、身支度とかもパパッと済ませるように、物は最小化する、それこそ服は固定化するとか、あとは女性であればその化粧品とかもある程度厳選しておけば、お化粧する時間とかも短くなるでしょうし、あとは例えばその洋服の色とかアクセサリーとか靴とかもね、ある程度その厳選しておけば、朝の身支度、その朝起きてからパパッと身支度をして身なりを整えて、その家を出るまでの時間はだいぶ削れるんじゃないかな、最小化できるんじゃないかなって思います。で荷造りに関してもカバンの中で入れて持ち運ぶものもですね、なるべく最小化するっていうのが大事ですよね。やっぱり持ち運ぶものが多ければ多いほど、そしてカバンが多ければ多いほど身支度にね、あの荷造りに時間かかっちゃうわけですよ。あれも入れてこれも入れて別のカバンから引っ張り出して今日から持ってきたり、そのカバンの中に入れたりとかっていうのは、まあ、非常にもったいないですよね。なのでもう常に持ち運ぶものはもう1個のカバンに常備させておくっていうのは必須だと思うし、まあ、僕自身はそんな風にやってるし、例えばスマホだったりとかは、まあ、普段まあ仕事中に使ったりとか、 iPad とかもね普段その記事を書いたりとか、まあ、いろいろ SNS 見たりとかする時にも使うので、もうそういったものだけカバンに入れればもうすぐに外に出られるわけですよ。あとまあ充電器を持ってったりとかはありますけども、でもそれ以外の例えば三脚だったりとか、あとは折りたたみ傘だったりとか、まあ、なんか必要な資料だったりとかは、まあ、常にカバンの中に入れてるようにしているので、まあ、ぜひ皆さんもですね、いかに効率的に荷造りができるのか、身支度ができるのかっていうのを考えていただいて、無駄をどんどん削ってほしいななんて思います。続いて7つ目に参りたいと思います。人生から無駄を削ぎ落とす習慣7つ目は、情報とか知識、固定概念、そして常識に関してですね。情報、知識、固定概念、常識も、まあ、自分の人生においてね、これも一つやりたいこととか好きなこと、目標とか夢とかにその足かせになるようなものとか邪魔になるようなものは手放してきたっていう感じですね。なので僕自身は本当にメディア選びには注意していて、例えば SNS に関してもやっぱりどの人から情報を受け取るかだったりとか、どのメディアから受け取るかっていうのはやっぱ取捨選択してるわけですよ。自分がいかに前に前進できるか、成長できるか、そして夢とか目標を叶うために必要な情報かっていうのをちゃんと取捨選択して選ぶようにしています。でむしろそれ以外の媒体、メディアとか情報っていうのはなるべく削るようにしてるんですね。例えば本当に申し訳ないんですけども、たとえ好きな人だったとしても、嫌いじゃなかったとしても、ちょっと申し訳ないですが、フォローをちょっと外させてもらったりとか、情報アプリとかもね、定期的に見直して消すものもありますし、あとは人付き合いもきっとね、あの情報だと思いますので、会う頻度とかもね、やっぱ変わってきたりとかもするんですよ。そう、あと読む本とかも変わってきたりとかもしてますね。例えば、僕自身は20代、30代、とにかく時間の使い方とお金の使い方は、もうマスターしようと思って、もうそれ以外の本はほとんど読まなかったりとかします。お金にまつわる本か、時間にまつわる本かっていう風にググッともうその選択肢を絞ってるわけですよ。でこれなんでかって言ったら、人生において最も大事な財産、資産って僕は時間とお金だと思ってるんですね。でプラスアルファ健康だったりとかもしますけども、とにかくこの時間とお金の使い方が上手くなればなるほど、僕自身は人生が変わってくると思うし、変わってきたんですよね。
だからこそ今はまあお金にがめついって言われようが、なんかそのビジネス集がするとかね言われようが、とにかく僕ってお金に苦労してきたし、あのお金ってやっぱあって損はないと思うし、やっぱ時間の使い方がうまくない人がどんどんお金に困ってったりとかね、そうするから、だから僕自身は周りからどんな白目で見られようが批判されようが、僕の人生を生きたいわけなので、やっぱ時間とお金ってすごくすごく大事なものだから、そこをないがしろにしたら多分僕は生きていけないというか、他人の人生を歩むことになるので、僕はもう絶対そこの軸だけはもう絶対ぶれないですね。はい、もうお金と時間の勉強は絶対にしようというふうに思ってますと、そんなふうに選択肢をねググッと削るっていうのもありだと思うのが一つと、あとは僕自身こうしてね、まあ、さっきも言いましたが SNS の発信力とか収穫力、そして拡散力を身につけたいと思っているので、まあ、SNS に関する情報はなるべくキャッチしたりとかはするようにしています、まあ、情報交換をしたりとかね、まあ、それ以外のことは本当に関心がなくて、もう上の空だったりとか、まあ、あの聞いたらいいけどすぐに忘れたりとかすることの方が結構多いので、まあ、結構他の分野だとね結構もう本当素人並みに全然なんですよ、アホなくらいそう。だからまあ僕自身はお金と時間の使い方と、あとまあ片付け方は詳しいかな、あと SNS 運用とかは詳しいですが、他の分野は丸っきしダメなので、まあ、そんな風に何かに特化するというか専門家になるみたいなのは結構ね、その今の時代生き抜く上ではまあ大事じゃないかななんて思ったりとかもしてますけども、まあ、話を戻すと結論から言うとですね、もうとにかく情報だったりとか知識だったりとか固定概念、まあ、世間一般の常識だったりとかも、まあ、自分が進みたい方向、進みたい道の足かせになるようだったら、どんどんねそういう無駄を見つけていって削っていってほしいななんて思います。で最後8つ目ですね、これ最後僕自身がまあ最近取り入れていることなんですけども、まあ物はもうほぼほぼ減らせるものがなくなってきて、でまあ行動だったりとか習慣だったりとかお金とか時間とかね、働き方とかお仕事とか、まあ、生活習慣とかあらゆる無駄を削ってきて、まあ削るものがないと減らせるものがなくなってきたと思った時に、身近にですね、まあ男性でも脱毛してる方がいたので、無駄をねなくしたらどうかと思って、まあ、最近ねあのミニマリスト仲間のゼンさんっていう方が個人事業で始めたセルフ脱毛サロンというものをやられていて、そこにちょっとお世話になってですね、もう自分でセルフ脱毛してるんですけども、まあ、夏に向けてねちょっと露出する部分、腕とか足とかはやっぱり僕自身オタク訪問させていただく上でね、やっぱり女性のオタクに上がることも結構あるので、なのでまあやっぱりねその清潔感があった方がいいと思うし、今後はね、まあ、それこそ時代の流れとして男性も美意識が高まっていくっていうふうに言われていて、まあ、代表格がローランドさんですけども、やっぱりね美しい男性イコールかっこいいみたいな風になると思うんですよ。まあ、もしかしたら今の現段階でね、いやちょっと脱毛してる男性はいいだなって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、時代の流れではもうそういう風になっていくと、だ女性だって昔はね、まあ、そういう風に脱毛してる方はいなかったかもしれないですが、もう絶対もう今若者中心にね脱毛してる方ってやっぱ多いじゃないですか。できっと男性もそうなっていくだろうと思って、まあ、僕自身もねやっぱり気になってたし、まあ、ある程度その毛は薄い方ですけども、やっぱりまあない方が綺麗に見えるし、まあ、ローランドさんを見てねやっぱ綺麗だなかっこいいなと思ったし、あとはヒゲですよね。ヒゲもやっぱりそのヒゲ剃りを、まあ、いずれ手放したいと思ったので、まあ、ヒゲ脱毛に関してもね、まあ、とにかくやりたいなとずっと思ってて、でご縁あってジェンさんと出会って、でなんかセルフ脱毛始めたとか言うから、僕自身はちょっとお世話になりますって言ってね、しょっちゅうお世話になってるんですけども、ぜひ皆さんもですね、まあ、男性女性問わずに、まあ、減らせるものがなくなったらぜひね脱毛とかもしてみるといいんじゃないかなって思います。はい、ということで、まだまだお伝えしたいことたくさんあるんですけども、ちょっとね動画の尺の関係上以上にさせていただこうかなと思います。で一つだけ最後にね、まあ、この動画の総括としてまとめとしてお伝えしたいことがあって、まあ、この無駄を削るっていうのはいわゆる引き算なんですよね。どんどん削ぎ落としていく引き算思考ですよと。で皆さんにはこれから生きていく上でこの引き算思考っていうのを大事にしてほしいんですよ。でこれなぜかというといくつか理由はあるんですが、やっぱり人間ね幸せに生きようと思ったら結構皆さん足し算足し算にしていくんですよ。でそうすると多くを抱えすぎちゃって悩みが出てきたりとか課題がたくさん出てきたりとかトラブルにもたくさん巻き込まれたりとかするので結構ストレスを抱えることになるんですよね。だけどどんどんね自分にとって必要ないものを削ぎ落としていく引き算にしていくと自分にとって大事なものが見えてきたりとかやりたいことが見つかったりとか逆にやりたくないことが分かってきたりとかなんか自分のその軸となるものが見えてくるんですよ。自分らしさが分かってくるというか、だから、まあ、いずれね足すとかでもいいんですけども、とにかく若いうちはとにかく引き算してほしいなと。もちろん足す時期もあってもいいと思いますよ。そういう無駄があってその必要なこととか大事なことも分かってくることもあるので、
無駄遣いもしっかり、無駄な時間を使うこともしっかり、たくさん物を買うっていう経験ももちろん大事だと思うんですけども、それで皆さん幸せですかっていうのを一回自分に解いてほしいんですよ。きっと多くの方は、ほぼほぼ8割9割の方は足し算の生活に疲れてきてると思うし、ストレスもたくさんあると思うし、幸せじゃないと思う方が結構ほとんどだと思うんですよね。じゃあ幸せになるためにはどうしたらいいかって、その逆をしなきゃいけないわけです。足し算の生活で幸せになれなかったんだったら、じゃあ引き算にしたら幸せになれる可能性も非常に高いんじゃないですか。で、僕自身は物だったりお金の使い方だったりとか、仕事、人間関係、時間、生活習慣、情報とかね、まあ、あと脱毛だったりとか、まあ、そういう無駄を減らしてきて、すごく人生生活が充実するようになったし、昔から僕の YouTube チャンネルをご覧になられている方なんか特に知ってると思いますが、めちゃくちゃ人生変わってきたんですよ。自由な時間も増えたし、まあ、経済的なゆとりもね、どんどん生まれるようになってきて、もちろんお金が全てではないんですけども、人間関係がうまくいったりとかっていうところで結構幸せな要素が増えてきたので、まあ、ぜひ皆さんにはね、足し算じゃなくて引き算をやってほしいっていうのを まずお伝えしたかったと。最後もう一つね、お伝えしたいのは、引き算っていうのは、このミニマリズムっていうのは、いわゆるリセットとかチューニングなんですよ。そう、だから減らして終わりとか、減らすことがゴールじゃなくて、ミニマリストになることがゴールじゃなくて、あくまでも、まあ、僕の第一作目の本とかでも書きましたけど、あくまでも引き算とかミニマリズムっていうのはリセットとチューニングなので、チューニングした後、リセットした後が大事なんですよ。何を足すのかって、ようやく引き算した後に何を足すかっていうのが大事なんですよね。例えばゲームでも一回リセットしたら、まあ、最初からスタートするじゃないですか。どういうふうに行動するのかとか、どういう武器とかアイテムを持つのかとか、どういう仲間を集めるのかっていうのにリセットすれば、やっぱりいろいろ思考とか行動変わってくるじゃないですか。そう、だから皆さんの人生にもそういうのを取り入れてほしいんですよね。リセットすること、チューニングすること、それが引き算だということです。で、最後にやっぱり皆さんね、あの、人間が誰しもが美しいと思うものって共通してシンプルなんですよ。美術館だったりとか、アートだったりとか、自然の中だったりとか、ごくごくシンプルなものを人間は美しいと思うんですね。で、シンプルなものってどういうものかっていうと、無駄なものがなかったりとか、余計なものがついてなかったりとか、もうとにかく削ぎ落としたものが、シンプルなものが美しいと思うので、だったらじゃあ皆さんの身なりだったりとか、表情だったりとか、お仕事だったりとか、人生だったり、生活とかも美しくあるためには、無駄なものをどんどん削っていけばいいわけですよね。で、僕自身はここ数年で無駄なものを削ってきて、まあ、なるべくその自分の生活だったりとか、この空間だったりとか、人生が美しくなるようにしてきましたと。で、美しくするようにしてから、結構周りからね、尊敬されたりとか、憧れられるようになったりとか、感謝されるようになってきたので、やっぱり美しい人生っていいと思うんですよ。まあ、さっきも言った美意識というか、美学というか、まあ、そういったのってすごく僕の今のテーマでもありますし、まあ、ローランドさんも尊敬していて、そこをね、目指して今頑張ってるんですけど、一つね、その美しさ、美学とかね、リセットチューニングっていうのもぜひちょっと意識して、皆さんには生活してほしいなというふうに思います。そういうふうに引き算でやっていくと、大切なものに気づけたりとか、何に自分の命を使っていくかも分かってきたりとかもね、気づいたりとかもするので、ぜひそんなふうにやってみて、生活してみてほしいなと思います。ということで、今回の動画は以上になりまして、今回の動画では人生から無駄を削ぎ落とす習慣、僕が削ってよかったことをご紹介させていただきました。ぜひ、参考になった部分だったりとか、共感した部分がありましたら、今日からでも明日からでも実践してほしいなと思います。そして僕自身もね、皆さんからいろいろ吸収させてほしいので、皆さんが無駄を削ってよかったこととかね、選択肢を減らしたことをぜひコメント欄で教えてほしいななんて思います。そして今回の動画がちょっとでもためになりました、面白かったですよっていう方は、ぜひチャンネル登録お願いします。そして最後にですね、あのミニマリストのオンラインコミュニティ M ラボをつい先日開設しましたので、ぜひメンバーになってもいいよという方はね、ぜひあの皆さんでそのオンライン上で、ね、情報を交換する場、そして僕 そのセミナーだったりとか、オフ会みたいなのもね、定期開催する予定ですので、興味のある方はぜひ概要欄の詳細のリンクから覗いてみてほしいなと思います。ということで、今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。